ということで、三河流応援部隊さんからもいただいております、稲沢英吉さんからもいただいております、それから港の知恵さんからも、三河源人さんからもいただいております、この方はジョニー大倉山シャンツェさんからも、レディーセブンティーンかけてください、これキャロルのジョニー大倉さんのボーカルの曲だったと思いますということで、はい、今流れております。さあ先ほどもからも言っておりますように、もう先週からこのお便りは多かった、エレクトレコードさんたちも早かったかな、それからコーラ少年さんもジョニー大倉さんが19日午後5時56分肺炎で疲労の日本赤十字病院で亡くなりましたということで、はい、62歳62歳かということでね、2人とも早くからお便りをいただきました。ずんだもちさんからもね、えあもうこれとにかく、うん、歌もそうですけども映画なんかもね頑張ってやってましたですね。映画やドラマでも個性派俳優として活躍して、81年遠来で日本アカデミー賞アカデミー賞優秀助演男優賞に選ばれたほか、 大島渚監督の戦場のメリークリスマス、柴田恭兵さんと、共演したチンピラ、北野誠監督の3対 4X など数多くの映画にも出演しましたですね、ということですね。根本さんからもね、私の中で彼の代表作は柴田恭兵と共演した映画チンピラです。この柴田恭兵もジョニー大倉同様以前肺がんを発症しました。柴田恭兵は無事回復して黒田官兵衛などドラマで次々と復帰していただけに、今回の訃報は本当に残念です。で同じ病気でもね、はい、治る人と治らへん人とおるのかというところがね、悲しいですね。家臣さん、戦場のメリークリスマスを見に行きましたが、大島監督も大倉さんも行ってしまいましたね。なんだかこの時期だけに余計に寂しいです。ミカのファンキージジイさんから、まあ、今思えば日本のロックの黎明期、フラワートラベリングバンド、ファニーカンパニー、ファニーカンとかね、はい、うん、ゲドーなどのロックバンドが西洋コンプレックス、ブルースコンプレックスから抜け出せない中、キャロルはアメリカンポップスのノリで日本語を巻き舌で歌いながら颯爽と登場しました。古くからのロックファンには冷たい目で見られましたが、当時の若者たちには黒い革ジャンやリーゼントのヘア、反社会的な格好良さに移り、熱狂的に受け入れられました。日本で商業的に成功した最初のロックグループではないでしょうかね、というお便りもいただいております。それからあとこちらガッツ一物さん、歌謡曲とフォークしか知らなかった私に日本語と英語がごっちゃになった、キャロルの曲は馴染めませんでした。しかしキャロルの日本語と英語がごっちゃになった変な歌詞こそが今の J-POP へとつながったんですね。その日本語と英語がごっちゃになった歌詞の多くを手掛けたのがこのジョニー大倉さんだったです、ということですね、うん。この方はアリスのおなら体操さんからもやっぱり日本語と英語を混ざったこの感じということ、うん、まあ、僕がもう少し僕らの年代から言いますと、ある意味ちょっと復活して、日本語にと英語のごちゃごちゃ感というのが面白く復活した、はい、その前は何かといったらロカビリーの時に、はい、飯田久彦さんとか、はい、いわゆる向こうの曲をいっぱい歌った時期がありました、はい、いわゆるそのウエスタンカーニバル、あの時の歌詞が英語と日本語がごっちゃごちゃにしながら、もちろん例えばもともとは向こうの曲ですから、はい、はい、ディンドンディンドンクークラカチャカチャカディンドンディンドンウーとか言いながらなんなんちゃって他日本語でわーっと歌ったりする、はいはい、ちょっとだけ I'm gonna knock on your door とか出ておいでよとか言いな、うん、そういうような、はい、日本語とあれをやってたロカビリーの影響を、はい、純日本の曲でやってみようというのは初めてだったかもわかりませんが、なるほど、流れみたいなところがね、はい、僕らの年代でも懐かしかった、うん、そうそう俺の子供の頃ってあんなウエスタンカーニバルの日本語と英語がごっちゃになった歌よう歌ってたな、うん、というような時代があって、それをもう一回今度は日本のミュージックの中でオリジナルのミュージックの中で中でこうやってくれたというのでね、はい、うん、いろんな人から共感を得たり、いろんな方から反発を得たりというのがキャロル、はい、いずれにしても存在感があったなと、はい、その中で活躍したジョニー大倉さん、まだこんなにもたくさんね、うん、ありましたですけれども、またこれもおいおいとさせていただきます。よいしょ。